お祭りの雰囲気がないというのはもう本当に寂しくてですね、何に例えればよかったやろね、もう何に例えもなくて もとにかくなんかこうポカンって開いたような感じですね。この竹がなかった2年間というのが、若宮稲荷神社の秋の大祭で奉納される竹芸、しゃぎりの音に合わせ若者2人が神の使いとされるお狐と目狐に扮し、高さ10メートルのしなる青竹の上で曲芸を披露します。小学生以下の子どもたちによるかわいい小狐も人気を集めています。その歴史は古く、江戸時代末期に長崎くんちで奉納されたのが起源と言われ、2003年には国の無形民俗文化財にも選ばれました。しかしこうした伝統も新型コロナの影響で去年おととしと2年連続で中止となりました。やっぱり今10月の竹芸が終わってやっと、もう師走が来るっていうような1年が終わるというか、そういうような感じですもんね。それがもうなかったのではこうなんとなくぼやんって1年間終わったようなこう締めくくりがないというか、そういう感じでしたね。祖父の代から親子3代にわたって竹芸保存会のメンバーを務める後藤清輝会長、3年ぶりの開催を心待ちにしていた一人です。竹芸に使う竹は生えて3年から4年経った孟宗竹、乾燥して割れるのを防ぐため本番の1週間ほど前に切り出します。大人2人を支えるため太くて丈夫でまっすぐな竹が必要です。あらかじめつけていた目印を頼りに本番で使用する竹を選びます。せーの、もうちょい、重たかぞ、やっぱり竹選びが一番大事だね。まっすぐ振れなかったりとか、やっぱり一番芸にかかってくる剣が。およそ2時間かけ、大人用4本、子供用1本の青竹を切り出しました。この日は切り出した竹を使った矢倉作り、のみで等間隔にくり抜き、足場となる横木、架勢を取り付けていきます。足場の少しの緩みが事故や怪我につながるため集中した作業が続きます。矢倉を作る大工の一人、川原雄太さん。後藤会長の誘いを受け、今年初めて矢倉作りに参加しました。大工仕事でこの見場使うこともあんまりないし、作る側としては楽しかった。やっぱそれなりに責任のあるけど、これも久々に問いだけに。竹芸の今後を支える作り手として、この道55年の大ベテラン大塚さんから教えを受けながら作業を進めます。上り手のその育成もですけど、やっぱり一番はこれを再興してもらわないと、加工してもらわないとまず竹芸ができないのでですね、もう今から本当重要な存在になってくると思いますね。今からは午後6時、若宮稲荷神社の境内に3年ぶりに3本の竹が建てられます。演技を披露する
高さ11メートルの振り岳は後藤会長自ら竹に登り角度を調整します。はいはい、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 いやいいですね。やっぱ久しぶりにこの光景が最高ですよ。いよいよですね。これで迎えた稽古始め。今年は子どもたち8人と大人5人が稽古に励みます。本番の竹を使った稽古の期間はわずか4日。限られた時間の中で竹の感触を確かめます。今年初めて出演する山中翔さん、2019年から稽古に挑んでいましたが、中止の影響でデビューが見送られていました。今年ダメだったらもう諦めようかなって思ってて、ちょっとやっぱり年も年なんで、まあでも今年再開催されるってなったから、あ、じゃあもう今年しかないと思って、で挑戦させてもらっています。命綱はないため、一瞬でも気を抜くと大事故につながります。難しい技を次々と決め、無事に初日の稽古を終えました。下から見ててすごいなって思ったのが、僕が子供の頃から見てた竹演芸だったんで、そういう演技ができれば一番いいかなと思っていました。若宮稲荷神社での奉納は明日明後日の2日間。長崎の秋の空に舞う狐が3年ぶりに帰ってきます。